どうも、ヤードです。今回もですね、将棋を実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が、40.1% ということでですね、初段の 40.1%。これも何回でも言いますけど、初段の、40.1% でございます。最高段位が、2段ということなので、まあ2段目指してですね、ぼちぼち頑張っていこうと思っておりますので、よろしければ、応援してください。それでは、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。やっていきましょう。さあ、お相手2段の方、腰掛け銀河の得意の方ですね。さあ、2段に勝てば、大幅に達成率をいただくことができるので、しっかり2段に勝っていきたいですね。さあ、これで、銀が来るのか。来た、やべえ、間違えた。受け間違えた。受け間違えました。はい、ミスった。あ、ちょっと待ってよ。あー、そっか。めんどくさ。めんどくさーい。一回隠って、ここに紐つけておいて、ただな、こっちに来るのがきついな。こっちに来ると、金に当たっちゃうんだよね。2分30秒。これで、と金作られて、逃げられる、これ。逃げ切れる。逃げ切れますか、私は。私は逃げ切れるのか、これ。逃げ切れないだろう。逃げ切れるはずがないだろうっていう感じなんだけど。終わった。早すぎる。ちょっと待って、早すぎる。一瞬二段になれ。一生二段になれ。序盤で受け身すった。今のはもう、敗因が明確で、棒銀を受けられなかったからですね。対局開始。はい。ちょっと、手順のミスです。序盤の。最序盤の。はい、やっていきます。一生なれないよ。今は勝負するんだったら。一生初段になれないけど、まあ、今日5試合か6試合やっていくつもりなんですが、まあ、収録が終わった時に、元々の達成率だった 40.1% からは、達成率を上げた状態で終わるというのが、ひとまずの目標ではありますので、ちょっとそれで頑張っていきたいなというふうには思ってます。さあ、桂馬跳ねてきたね。桂馬跳ねてくるんだ。これ、飛車切ってくるってこと？ああ、そういうことか。はい。それで角切ってくるのか、どうしよう、まあ、相手もどうしようって感じだと思うけど、はい、で銀打たれて、はい、これでめちゃくちゃ悪くなるはずないんだけどね、多分。そうですね、まあ一回割り打ちかな。割り打ちの銀。はい、割り打ちの銀しておいて、まあ、一回角打ちます。2分30秒。強者で、ここに銀打ってくるかどうかなんですけど、それはしない。うん、そうだね、これ2歩あるから叩いて、叩いて、これでどうすっかだよね。はい、一回これ取ります。
さあ、これで、ちょっと待ってね。マジで負けたくないんで、次なる手を考えていかないといけない。これは、こう。で、これでなってくるでしょ？なって、これは、2分。そっちか。そっちなのか。なってこられた方が嫌だったよね、多分。はい、これで、金で取って、はい、ここに金打たれると、この銀が浮くんで、あ、そこか。これだったらさ、もう角で取っちゃってよくない？一回銀打ちか。飛車切ってくるんだったら切ってこいっていう感じですね。はい、これ角で飛車欲しいな。うん、飛車欲しかった。この歩がちょっと謎の残り方してますけど、はい、これで、飛車打ちます。1分30秒。飛車打ちます。桂馬跳ねていって、相手角だけだからさすがに何もできんだろう。まあ、ここに角打ちとか微妙にあるか、部分的に。はい、これで浮いていって、はい、これはさすがに勝ちなはず。はい、これで竜入っていって、そうっすね。こうちょっとわかんない、ちょっとわかんないけど、多分こうでよくって、うん、1分。はい、これで詰みまであるんじゃないですかね。はい、大変ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。やっていきましょう。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども。さあ、お前が先手だ。今日の初戦は序盤でミスしたんで、序盤のミスを、しないようにすると。棒銀の受けは間違えたくないですね。はい、相手居飛車なんで。棒銀の受け間違わないようにしていきます。はい、これもういっちゃおう、この壁金の形で。これでちょっと一瞬考えちゃったから時間持ってかれたんだけど、はい、この銀は怖くないので、打ってきたら歩で取る。そうっすね。この形でちょっと行きたいっすね。さあ、これで、銀か。金が上がってくる。らしいです。なんだ？何？突っ込んでくる？ああ、そういうこと。2分30秒。これで、うん、一応と金は作れないとは思うけど、そうですね、ちょっと怖いか、これ形としては、形としてはちょっと怖い。
ん、取ってきてくれた。取ってきてくれたの助かるな。はい。2分。こう。こうかな。なるほどね。はい、これで桂馬が銀に当たってるんで、はい、これもうもらっていきましょう。はい、これは一回、まあ罠にはかかんないと思うけど、ついて取ってきたら王手飛車なので、そこね。1分30秒。こう一回叩くか。じゃあどこに逃げるっていう話になってるね、この飛車ね。はい、じゃあこれで銀打って一個引いてもらって、歩打った時にこれ逃げ場所がもうないっていう。ただここに銀ぶち込んでっていう技はあるかもしれない。あそこね。はい、これで一回王手飛車して、よしよし。はい、これで怖いね。怖い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 。とりあえず一回銀引くか。この角の心は、その心は1分、その心はここに銀打つっていうこと、ここに銀打つっていうことかな。そうでしたね。でも、でも一応これで大丈夫か。ただめっちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖くて香車取るとか意味わかんない手を放ってしまう、ついつい。うわ、これ怖すぎだろ、怖すぎだよ。30秒。そうですね、これで やばい、負ける。20秒。畜生、こうなるとマジで勝てないな。ちょっと待って、勝負はすぐそこじゃ。ああマジで一生初段になれない、初段じゃない、二段になれない。底辺二段も、底辺初段もいいとこですね。さあやっていきましょう。さあ途中までは悪くなかったんだけどな、いつの間にか悪くなっちゃってるっていう。対局開始。さあお相手初段の方2勝2敗。まあ私、まあこの将棋見てるとやっぱり初段で当たり前っていう感じがしますね。あ、やっべ、今のあれすればよかった、解析すればよかった。ちょっと負け将棋ちゃんと解析していかないと強くなれないという、急がば回れ的な考え方をしていかないといけないですね。はい、棒銀、棒銀。はい、これで、これで銀交換一回していきますよ。はい、していって1回引いていって、銀打たれるのに対してもうちょっとここに意地悪気味に歩を打ちますか。これ割り打ちの銀、割り打ちの銀、
はい、割り打ちの銀。割り打ちの銀しておいて、で、どうしようかな。2分30秒。そうっすね。ここに金打つか。ちょっとミスったね。やっぱ早すぎた。今の手は。やるのが。はい。なるほど。いやー、なんかな、劣勢だからな。ドロー。はい、ありがとうございました。すいません、情けなくて情けなくて。ちょっと一局前の負けた試合を解析します。何がダメだったのかっていうのを確認します。ここまではよくって、この時だよね。この時どうするべきだったのか。任せろ。まあ取るよね。7五銀。これは互角です。あ、でもそういうことになるんだ。じゃあこう来た時どうすればよかった？願いを叶えてやる。四六歩。これは互角です。あ、そこに銀打つのか。あー、はい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 、なるほど。でもこの後もちょっと怖いよね。なるほどね。理解。でも理解。はい。まぁ、ちょっとこの辺の攻防誤ってましたね、多分。はい。あ、すいません、見せちゃって。はい、やっていきましょう。さあ、達成率は変わってないと思う。36% だったと思うんで。お前が死んでた。はい、ここから勝っていきましょう。さあ、お相手初段の方、原始防御がお得意の方。原始防御を、防御がお得意ということで、1局目に受け間違いだけは絶対しないようにしていきたいんですが。はい。間に合いましたね。無事に。まっすぐ来ると実は間に合わないっていうね。さあ、これで銀上がっていきます。危ねえ。はい。これで、これで、一応棒銀決まる形だよね、これ。ちょっとこの銀が上がってないのが不安で仕方ないですけど。何これ、角が出てくるじゃない、そういうことじゃない。はい、これで歩を取っていって2分30秒。銀上がる？これは引いていって銀切られて、はい、でここに銀打たれて、で逃げて、で銀成られて、銀成られての後が、わかんないんだけど、下から歩打つだとダメですか。はい、2分。でここで銀打ってくる。でも銀打たれても怖くないから、これもとりあえず一回拒否かな。
回角打つか。で、1個引かれるじゃん。1つ引かれた時にもう銀打っちゃうっていう。これでいいや。で、どちらかの、まあこれは確かにそうっすね。さあ勝負に来ました。1分30秒。お相手が、これ合ってる？なんか合ってない気がするんだけど、合ってない気はするけど、銀2枚でしょ？これで逃げられて、あ、そっか、間違えた。やべ、間違えた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 。間違えた、間違えた。やべ、間違えた。やばい、間違えたマジで一生、一生二段になれないんだけど。なんでこれを間違える？意味がわからない。ここの飛車打ちはめちゃくちゃ助かってる。ここに歩打たれたらめっちゃきついもんだって。ちょっと、今のうちに。守り固めておくべし。と思ったんだけど、まあどっちにしてもこれ耐えきれてないけど。全く耐えきれてないけど。いやー、怖えー、怖えー、こ、怖すぎる。金、金これ詰んでるでしょあ、そうなの？30秒。はいはいはい、これで、お、桂馬、これで王手していって、はい、そうっすね。20秒。これでなんとか逃げさせてもらいたい、もらいたい。そうですか、投了です。惜しい将棋じゃった。いや、しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。本当に初段ですら勝てないっていうね、自分に失望です。すいません、なんかこの辺がもう全体的にめちゃくちゃ下手くそだもんね。何が下手かっていうのはいまいちよく分かってないんだけど、下手なのは分かるっていう。そっか、こういう時に多分丁寧に銀引いていった方がいいんだな。そうっすね。いや、すいません。いや、ちょっと待ってよ。それか、あるいは、ここに歩打って、角で銀切ってくるのを防ぐっていう、まあそういう考え方もあったかもしれないです。うん、っていうかこれかな、本戦は。どっちかっていうと。これが良かったかも。願いを叶えてやろう。あ、銀上がるんだ。銀、先手優勢です。はい、はい、というわけでありがとうございました。まあちょっと難しいですね。さあちょっと待って、達成率だけ見よう。達成率 32%。とりあえず 40% まで戻したいけど、収録あと2曲ぐらいしかできないと思いますね。はい。てか、あと1曲かな、もしかしたら。はい、さあ、お相手初段の方、やっていきましょう。対局開始。さあ、お相手棒銀ですか。
棒銀っぽい。はい、これで1回、はい、これむやみに壁金にしないっていうのもちょっと気をつけながらやっていきたい。でも総合的に考えるとやっぱりなんか読みの深さが浅いんだよね。全く読み切れてないっていうのが一番の問題な気がする。はい、あ、でもこれ銀打ちたいかな。でもこっちに銀打たれたらどうするっていう問題もあるから、2分30秒これは下から歩打つ、なんかいいようにやられてる気がするな。もうこの時点で、この時点で結構悪い気がする。さあこれ金寄っておきましょう。角チラッと出てみたりとかして、はい、これで一回引いて、これ金上がっておいて、まあ、これで2四歩行くっていうので、一応タイミング的には準備が整ってきてると思いたいんだけど、桂頭の銀。桂頭の銀。はい。これで一応棒銀行きたい。はい。これで銀引いて、で、歩を垂らすと。これで一丁上がりなんじゃない。2分、はい、これで運動しの計やって、はい、で一回これ銀引くか、銀引いて、なんだこれ、はい、でと金作っていく。あー、でもそうか、そうなるのか、ちょっと分かんなくなってきた、分かんなくなってきちゃった、分かんなくなってきちゃったよ。1分30秒。一回引いて、これも引いて、はい、めんどくさい。角打ち、そこに角打ち、そこに角打ちはどういう効能が、金、1分、一回引いて、ちょっと時間使いすぎてる、時間使いすぎてる、時間使いすぎてる問題があります。そうね、桂馬でも打つか。はい、これで歩打ってじゃないか。30秒、こうか。はい、これで歩
歩打って、銀打って、これは、銀打って、これで詰んでる。これ詰んでないのか。これちょっと危ないぞ。10秒。これ負けたわ。金打ちで。美味しい将棋じゃった。はい、ありがとうございました。というわけで、めちゃくちゃ達成率減らしフィニッシュという形になりました。28% ですね。1勝4敗。ひどい数字です。なんか、2段から続いてる、降段した時から続いてるスランプみたいなものがもう全く抜けてないという感覚ですね。はい、というわけで、デイリー実力 2.19 相当ということで、最悪。はい。もう最低最悪。僕はもう本当になじり倒してください。それでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。次回も、ご視聴ください。ありがとうございました。